芝前後風雷神天狗を知主より、江戸時代の奇拍子では女性の天狗もたびたび描かれる。女天狗は日本の古典文学作品や民間伝承に登場する天狗のうち、特に性別が女性であるとされるものである。女天狗は男天狗と共に世俗の人々に混じって存在しているという。その姿は長い頭髪を持ち、眉積みはくれない。 おしろいで化粧し、歯には鐘をつけ、黄色の袴、コソデコツイ、薄着布の担ぎを身につけており、天狗どころか優美な女性にしか見えず、背の翼を見るまでは、天狗とはわからなかったという。原平清水器には、凶慢な性格の二層が、二天狗になるとある。二天狗の顔は天狗に似るが、元が二のために頭は低発しており、背に翼を持ち、方囲を身にまとっているという。 江戸時代の百科辞典、和漢三歳図絵巻十四千鳥付け天狗天狗や大人の著書、天狗名義校では、仙台旧字本義に記されている文の引用であるとして、スタノオが吐き出した毛儀から、天虐語飛び目という獣の首と人の体を持つ女神が生まれており、これが天狗の祖先であるとしている。この天虐語飛び目が女天狗の始まりであるとも言われる。 女の天狗があるとする記述が見られる一方、孔子やはに記されている、現在門、戦況異文の天狗小僧、虎吉など、天狗などの住む、山の世界へ連れて行かれた江戸時代の人物の、語ったという内容には女天狗の記述が見られなかったり、女人近世の霊山には、女性はいないとする内容がほとんどであり、女天狗の記述は見られていない。国学者。 平田厚種に女はいたかと質問された虎吉は、他の山は知らず、岩間、筑波などは、女人禁断の山なるゆえに決して、女なしと返答している。川に住む天狗であるとされる、川天狗の中に、女の天狗が存在していると伺える内容を含む、伝承報告がいくつか存在しているが、詳しくはわかっていない。山卯のことを、天狗様の女房と呼ぶ地方もあった。 ありがとうございます。